刀は人斬り包丁、人を殺すために生まれる。危ねえ刀が妖刀、弱者が恐れ妖刀と名付けたら、それは誉れである。それを服従させるのが剣士だ。真面目に狂気やってるからだ。若え頃に作ったあれが服の大王の名を与えた。地獄の大王閻魔、あのジジイがワノ国の侍、刀鍛冶下月幸三郎。刀は持ち主を選ぶという。来たんだな、俺を選んで、俺を試しに。